大型のコンテナ車に乗っています。積み荷は JR コンテナを運んでいます。運行エリアは京都を中心に大阪、滋賀に行っています。結構コンテナ車って小さい子供さんに人気で、皆さん手振ってくれたりするので、それなんか、あ、それに乗れてるんやっていうのがすごく、はい、やりがいを感じています。はい、入社前からトラックには乗りたくて、面接の段階でもトラックに乗りたいっていうことやったんですけど、ちょっと縁がなくて、ちょっと7年ほど航空機のオペレーターをしてたんですけど、やっぱその中でもずっとやっぱトラックに乗りたいっていう気持ちがだんだん強かったん で、その中でトラックドライバーコンテストっていうのに出場している先輩がいて、その先輩に憧れてもっともっと気持ちが強くなって、トラックに乗ってドライバーコンテストに出るぞっていう気持ちが強くて、ちょっと会社の方に掛け合ってみて、その今移動してるコンテナ化なんですけど、去年55回大会で、はい、優勝できました。はい、冷凍冷蔵の大型のトラックに乗っています。積み荷は食品を積んでいます。運行エリアは九州管内です。もともとが父がドライバートラック運転手をしていて、幼い頃に助手席に乗せてもらった記憶があって、その時にすごいな、大きいな、こんな運転できるんだっていう感動とドキドキがあったので、自分が職業を決める時に何になろうと思った時に、あのドキドキのトラックに乗りたいっていう気持ちがあって、トラックドライバーになりました。23歳までトラックドライバーをしてたんですけども、結婚と妊娠を機にトラックを引退したんですけど、でそれでもう乗ることないかなと思ったんですけど、子供たちが大学に行くっていうことになって、ここは何か私がしなきゃいけないなって思うことがあって、そうだ、大型のトラック乗ろうって思って、大型のトラックに乗って働くことに決めました。トラック自体が大好きで、もう本当にトラック大好きだなって思うのと、運転が大好きです。運転席から見える景色、季節の景色とかもすごく感動するので、大分県の日田っていうところのすごい寒暖の差があるんですけど、紅葉がとても綺麗です。小型2トントラックを乗っています。積み荷は主にバラ積みです。運行エリアは埼玉県宮代町と春日部市を回っています。商品をお客様に綺麗に届けたいので、お客様の品物が入ってる箱の中は常に綺麗にしてます。普段大型に乗っておりまして、ヘッドはシングルで、後ろを引っ張っているものは主に開口になります。運行エリアは関東一円です。やはり車が大きいだけに安全第一、すごく意識して、そこにすごく気を使うっていう。で、あとはその車が大きいが家になかなかトイレ行きたい時にすぐパッと止めていけないとか、そういう点でちょっと苦労はしてます。海上コンテナの仕事はこう混んでるところに並ぶと、やっぱり長いと4時間5時間取りに行けないよっていう時もあったりするんで、そういうところも大変ですし、なかなかこうトレーラー止める場所がない。で、高速道路乗ってパーキングに入ってもトレーラー枠少ないかったりですとか、トレーラー枠にちょっと大型が止まってて残念ながら止められないっていう風な状況もあったりはします。いつも校内移動って言って、ここから A 倉庫と B 倉庫っていうのを何十回も行ったり来たりするんですよ。トラックの中で、トラックに積んで下ろして、トラックの中で、その時にやっぱりその大きいハンドルを、重いハンドルを一生懸命回すのがトラックの醍醐味と思ってたんですけど、やっぱり肩こりとかあるんですよね。そういうのがやっぱりあれだけ軽くて、ハンドル回りが、ハンドル戻しが早いと、そういう肩こりとかがなくなるのかなっていうふうに思いました。どうしてもトラックって男性の体に合った操作位置だったりとか、
だと思うんで、やっぱり乗った際とかそのボタンの位置であったりが届かないっていうのが正直あります。あと乗る前だとドアノブにとか届かないっていうのも正直あって、そういうのが払拭されたらもっと女性乗りやすいのかなと。男性って後ろじゃないですか、女性って前に行くんで、ミラーが外側に向いてて、もう車体も映らない状態なんですけど、それも改善されてるなって今日思ったんで、いや本当に良かった、もう全然乗りやすかったんで、本当に乗りよりのドアのなんか違うなと思って、はい、ステップの位置とか、なんかあの乗った時の椅子の位置とかハンドルの位置とかもすごい近くなってたんで、すごい乗りやすくなってるんで、女性でも簡単に運転できるのかなと、はい、思います。最初にトレーラーを乗り始めたのが3年前なんですけれども、その時にたまたまコーンだったんですね。その後違うこうメーカーさんの車乗った時に、あっコーンあんなに乗りやすかったんだっていうのが気がついて、今日またちょっと乗らせていただいて、あやっぱり乗りやすいな、いいなっていうのがありました。やはり一番のシフトチェンジ、オートマなんですけれども、ものすごくこう自然に乗車乗ってる感覚で、本当に楽で運転しやすいのかなっていうふうには思いました。シートの乗り心地だったりとか、あとハンドルもすごい軽くてびっくりしました。普段乗ってるトラックと違ってすごいものすごく快適だったので、ステップアップして大型に乗ってみたいなって思いました。私のチームでは運転しやすいトラックの在り方というテーマを元にディスカッションいたしました。今日皆さんからいただいたように、乗り降りのしやすさですとかミラーの見やすさというものはやはり体格に依存するところが大きいです。ですので背の小さいドライバーさんから大きいドライバーさん、どの体格のドライバーさんでも乗りやすく視認性がいい、安全に日々の運行ができるような車を提供するように、これからの開発に生かしていきたいと考えています。近い将来、できれば5年以内を目指して、今回いただいた意見を参考にしながら次の新しい商品が提供できるように日々開発業務に取り組んでいきたいと思います。徐々に女性ドライバーも増えてきて、楽しい職場になってきてるんで、ぜひ挑戦してもらいたいなって思います。昔に比べて環境も車もだいぶ改善されてるテーマがたくさんあると思うので、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。小型トラックって乗りにくいとか運転しにくいっていうイメージが多少あったと思うんですけど、今は全然機能とかそういうサポートとかもいっぱいついてますし、女性でも簡単にハンドルが切れたりとかブレーキの踏みやすさであったりとか、そういうのも変わってるんで、全然不安を感じる必要はないのかなと、不安がらずに、はい、仕事をしていただけたらなと、一緒に働いてほしいなと思います。はい、女性ドライバーは運転の丁寧さや、あと荷物の運んだりするのの丁寧さもあると思いますし、何よりその現場の雰囲気が明るくなったりとか、あと華やかになったりする力もあると思うので、一緒に物流業界を盛り上げていきたいと思います。